広田恩江門12月23日から1945年2月24日は台湾総督府警察の警察官海軍巡査である。毎年9月第3土曜日か日曜日に台湾内栗の観光堂で慰霊祭が採用されている。1905年12月23日、神奈川県足柄下郡江戸川村に生まれる。神高等小学校 図紙改正中学、日本大学予科を経て、1928年に幹部候補生として桜不評第57連隊へ入隊、軍曹まで昇進する。満期除隊後、湯河原町の小学校教員となるが、1930年に職を辞して台湾に渡り、当時南韓の職業であった台湾総督不巡査を志願しはれて合格した。 当時の台湾の警察官は治安維持の他にも台湾島民の文化水準を引き上げる役割を担っており、広志枝は頭脳名晰でありながら温厚な人柄により人事と爆愛心に富んだ成人的な人格であると部下たちから慕われただけでなく、島民からの信頼も厚かった。1937年日支示兵により陸軍運送部キールン第い22 低白上司令部付けとして王将翌年除隊。1942年に警部に昇進した。1943年、太平洋戦争の戦線拡大により、日本海軍が占領地の治安部隊として編成した、軍属部隊である海軍巡査隊500人の総指揮官を拝命する。なお、フィリピンに派遣された海軍巡査隊は、 総勢2000名であり、広島が引率したのはそのうちの一時派遣隊に相当する。同年12月8日に、高尾港を特設運送艦、武将丸で立った。途中は担当沖で、護衛の駆逐艦が敵潜水艦の来撃により合沈したが、広島は台湾人を中心とする部下たちの動揺を務めて、抑え、2日後にマニラ湾南部のカビテへ、無事入港した。 現地での訓練の後、広志枝は本体を引いて、捕虜の監視等の任務に就いた。この時も、広志枝は、捕虜と言っても、同じ人間である。我々は保護監視のために来ているのだから無謀なことは、決してしないように気をつけてやってくれと部下を悟すなど、人道主義に徹していたという。戦局の悪化により、連合軍のルソン登上陸が時間の問題となると、 マニラ海軍防衛隊が編成され、海軍巡査隊も、その指揮下に入る。1945年に、マニラの戦いが始まると、広枝は重傷を負った部下たちを抱き寄せ、大声で名前を呼び、目には涙をためながら励まし続け、迫撃砲弾や弾丸が降り続く中、危険を顧みず自ら重傷者たちを病院へ、護送するなどの率先炊飯を行った。 圧倒的な兵力と物量を誇る米軍を前にして、身体極まったマニラ海軍防衛隊は、イントラムロス要塞に全軍を召集すると、巡査隊から武器を回収、その代わりに、敵戦車への体当たり用の防地雷や、塩水弾を配布した。その場で全員玉砕すべしとの命令も出されており、事実上の陸上特攻の指示であった。 マニラへの総攻撃が加えられていた同年2月24日、広島が率いる隊は快適し、二手に分かれて襲撃に備えた。この時すでに戦局の前途を奪還していた広島は、お前たちは行け、これ以上、米軍と対峙して戦闘を続行することは、戦備からも不可能である。さりとて、今ここで軍の命令通り玉砕することは、 全く犬死にに等しい。諸君の親兄弟は、こ国台湾で、ついたちも早く諸君の生還することを、祈っている。この際、米軍に投降してでも、捕虜となってでも、お前たちは生きて帰れ、玉砕命令に対する責任は、隊長の、私自身が取る。私は、日本人だからねと部下に言い残して港に入り、自身の頭部に向けて、拳銃で二発撃抜いて自決した。 去年40、広志枝の受決後、広志枝の部下の多くが、米軍に投降して、捕虜となり、台湾に生還した。広志枝恩恵門夫妻パイー、広志枝恩恵門検証非戦後の動乱期を経て、1975年末頃から、広志枝の元部下たちは、連絡を取り合うようになり、翌年3月に、日本で開催された第二回新築集計とも会で、 元部下たちからの手紙が公表され、広田警部殉職の真相調査委員会設置の提案が緊急同議された。この時、広田の最後の状況を遺族らは初めて知ることとなり、広田の未亡人フミが、夫の死は無駄ではなかったと声を上げて泣いたことを、中日新聞が報道している。なお、夫に先立たれたフミは行商などを行いながら、女手で維持を育て上げ、 有料母子家庭として厚生大臣の表彰を受けている。その後、元部下たちへの事情聴取を経て、広島病の建設が検討されたが、台湾国民政府の改厳下にあった当時の台湾においては当局の許可を得ることは困難であるとして断念された。しかし、元部下たちからのこのままでは私たちの心のしこりが取れないという意見を受けて差し当たり英霊を 英体仏として供養することとなり、1976年に、広志枝が行政主任を務めていた縁の地である武南郡にある台湾仏教の聖地史島山間下道に、広志枝の遺廃が祀られた。以降、慰霊祭が毎年取り行われている。1977年、日本在住の有志らにより、茨城県取出市後継寺内の広重大への母域に、懸賞費が混流された。 1985年、広志枝の部下で、小隊長であった、龍忠四天が、広志市隊長自決の場で土を採取して持ち帰り、未亡人文に託す。文が他界した後、死党山の遺廃にはその名が加えられた。2017年、広志枝の母校である、図紙改正中学校、高等学校が、広志枝の功績を紹介した。以下、秘分より抜粋。 軍の命令たる、その場において、全員玉砕すべしと、すでに選挙区の前途を達還したる隊長は部下に対し、この機に及び玉砕するは真に犬死ににしかず。君たちは、父母兄弟の待つ、七台湾へ生還しその再建に努めよ。責任は、これの隊長が取る。と一言大前自弱として、諸事の拳銃を放ちて自決するに2月24日なり、 その最後たるよく凡人のなし得ざるところよろしなるかな。戦後台湾は、外国となりたるもこの義挙により生還するを得た、数百の部下たつは、我らの今日あるは、彼の時隊長の薩美なり人の義挙にありたればこそと、等しく称賛しこの大恩は、失孫孫に至るも忘却することなく法恩感謝の、誠を捧げて、 イレーゼント、昭和51年9月26日隊長よりの治霊法師党山間ゲ道に、その御霊を、祭り盛大なる、英光案知識を行うこのことを知り得た我ら、日本在住の系ともいたく感動し愛いはかりて、個人の偉大なる義教を永遠に語り伝えその遺徳を、検証戦としてこの石踏みを、県立す、昭和52年11月吉日元台湾。 新築集計ともかい小松延州、ギア以と私から、台湾で神様になった男の物語、台湾友好神前協会、1988年。ありがとうございます。